関東のお天気について確認していきます。はい、木田さん、関東南部雲が広がってますよね。そうですね、ちょっとウェザーリポートで見てみましょうか。はい、はい、こちら見ますとね、関東南部、ま、雲が目立った空ですよね。一方関東北部はこの通り綺麗な青空が広がっていまして、はい、関東地方北部と南部で空模様が随分と違ってきているという状況です。はい、そして南部の雲を見ますとね、これで見ると割とね、隙間も少しあったりとかするんですよね。関東なんですが、これね、見ますと皆さんの報告をまとめるとやっぱり南部中心に雲が多いですが、ちょうどね、伊豆半島付近から伊豆諸島の、西の海上にかけてちょっと雨雲がありますよね。はい、まあ、ちょうどね、ここ風と風とがぶつかり合うシアラインと呼ばれる部分で雲が発生、発達しやすいところなんですね。まあ、こういったところで雲が発生して、まあ、関東南部にもかかりやすくなっているといった状況です。はい、で、まあ、当初もう少し関東南部でも日差しがあるんじゃないかという予報だったんですが、うん、まあ、今の状況を見ますとやはり関東南部中心に、まあ、雲は多め、まあ、日差しが、ね、あったとしても束の間ということになるかもしれません。まあ、その分気温も、ね、上がりません。ちょっとそのあたりも、ね、気をつけてほしいんですが、はい、その予想気温ちょっと見てみましょう。全国バージョンで見てもらいます。まあ、全国的に昨日と同じか低いところがほとんどで、東京はね、昨日も低かったんですよね。はい、今日も8度ぐらいという予想です。まあ、日差しがね、ないと、かなりちょっと、空気も冷たくて寒い。で、北部などはね、日差しもありますから、日差しの下では空気は冷たい中、ぬくもりはね、日差しのぬくもりは少し感じることができるかと思います。わかりました。はい、最新のお天気についてはウェザーニュースのアプリからもチェックすることができます。ご確認ください。Thank you.